おはようございます。おはようございます。お、いいね、声出てる。どっち今の。はい。はい。あ、すいません。俺が褒めてもらえるとこやったやろ。君あずるしたので、消えてください。おぉあぁ、え、あ、お前消えてる。粒子になると。ああ、いいですね。いいですね。いいですね、皆さん。乗り遅くて、喜んでる。いいですね、皆さん。恥ずかしい。それでは YouTube を撮っていきたいと思います。頼む、どうぞ。ピザを食べよう、来てくれ。深夜2時に、お腹いっぱいやろ。いや、そう、お腹いっぱいなんですよ、みんな。なんで、まあ、そのコンビニに行くことはもう決めたんですけど。逆もちろんのこと。もう4月もね、あの3日とかですよ。ちょっとばっかり終わりかけの時に言うよ。もう4月も3日とかですよ。4月といえば花見でしょうが。お、花見をしたいんですよ。桜があるんですけど、ちょっと歩いたとこに。まだ咲いてないですよね。あ、いや、三分咲きぐらいでしたよ。で、今日あいにくの雨ということで。雨やね。はい。だから、そのお腹がいっぱい、何も食べたくない、コンビニに行く。で、桜が三分咲き。で、雨が降ってる。うん、全部揃いました、逆が。逆が？はい。逆。雨の中、花見をします。逆？最悪や。コンビニに行って、花見に合うものを買って、花を見ながら、桜、三分咲きの桜を見ながら、食してもらいます。なんでそんな嫌なことするの。過酷すぎる。もう逆以外のことがもう考えられません。逆に取りつかれた。助けてください。それの逆とかはどう。だから、うん、雨が降ってるから出ない、うん、三分咲きだから桜見ない、うん、なんかいっぱいだからコンビニ見ない、うん、ね、寝るとかですよね。ああ、うん、それはねえか。YouTube って逆だからな、正直。聞いたことない。順手でやってるよ、みんな。今の YouTube の人たちがマジで何してんだろうな。家でチーズフォンデュとか。ちょっと前な気がする。まあ。じゃあそれもあと 3,4 年したら逆になるんで。逆、うん、4年後ぐらいにその今流行ってるものとかを全部やっていきたいんで。そうなんだ、ね、はい、それ楽しみにしててください。じゃあもう4年前流行ってたことやろうや、今。確かに。一回調べてみて。4年前に流行ってたこと。見ようや、じゃあ。見てみてよ、じゃあ。雨で桜を見るではない。今日の鬼滅の刃。いや、そういうことじゃない。おー。4年前の YouTube 何してたんだろう。4年前。足痩せトレーニングとか。そんなしょっちゅう。本気鬼ごっこ。それ何流行った、本当に。本当流行った、それ。4年前といえばそれよな。それ流行ってた。あやした、10位。あ、10位。2020年の10位。うん。ハレハレ愉快踊ってみた。嘘つけ。お、嘘つけ。あ、2020年はそうか、はい、確か。踊ってみた。15年ぐらいそのハレハレ愉快が走り続けて、最後10位になって4年前に消えた。ハレハレ愉快踊ってみた。うわぁ、嫌かも。花見のが楽やろ。いいかも。花見のが楽やろ。花見のがいい。次。これ今回の動画が終わって次は、うん、そのなんか俺が入ってきてなんかどうですかとかなしに、うん、そのパッて YouTube 始まったら3人が並んでその踊ってる。トゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ。何のコメントもなく終わる。踊ってみたいからね。黒板の前でね、3人で踊るから。うるせえよ、じゃあ。こいつだ。うわ、助かった。これそんな嫌、悲しいんだけど。なんかだいぶマシに思えてきたの。カンタムロボ。お前や。カンタムロボ。これ順にね。順で。順にカンタムロボ。逆手やろ、だいぶ。外出して人に見られるとかどうでもいい。やめたよ、おしゃれと。なんとも思わないよ。おしゃれカンタムロボ。ツーコンボやもん。確かに。完全な。外国人寄ってくるやろ。逆に合ってるからね、本当に。どっちかの方がやばいから。確かに。うん、今回の企画お願いします。雨花火。嫌やな。朝の都合で入れてない。朝の都合。今買ってきて、うん、ちょっとワクワクしてる。わかる、うん、買ったものとかでね。そう、確かにワクワクしてる。花火っぽい、うん、気持ちはわかるな。ただ恐ろしく寒いな。ね、カンタムロボで出ようか迷ってマッチョマウスにしたから。マッチョマウス。俺に任せるのかわしら。俺に任せる。皆さんに謝んないといけないことが。
三分咲きって言ったけど、呼ぶ咲きぐらいかもしれないですね。あ、ごめんね。呼ぶ咲きでいいよ。ミスってサンダルで来た。やばー。ビチビチビチ。やばー。何もかもが、普通になんかコンビニ出た瞬間にさ、うん、そのなんか大粒の水がさ、うん、そのなんか屋根を伝って俺の頭の上にバンって落ちてきてさ、うん、なんか俺間違えて相手って言って痛がってて、なんか全部が全部がダメだった。雑魚すぎる。これあれだ、4分咲きじゃなくて2分咲きなんじゃない？ほんまに？あ、いいかもね。ない、うわすごい、びしょびしょの椅子結構咲いてるわ。うわ確かに、こうやってみたら、うわ懐かしい画角だ。お前あったな、これ。おい、黒の傘で来んなって、お前。買ってきたぜ。ただでさえ見えねえんだから。このまま発表していく？はい。うわ、ここでやるんか。めんどくせえ。めんどくせえな。帰り道。まずはね、あの、ノンアルコールビール。うわ。これはまあ、普通に。カリカリ。うわ。チーズ。うわ。いいじゃん。こんなんもう、その、こういう時じゃないと食べちゃいけないことがされてるからね。そうなの。スモークサーモン。うわ、いいね。スモークサーモン。あと、ヨモギ餅。おー、確かに。俺は食べられないんだけどね。ほんまや。その、食べてみるんや、飾って二人に、おいおい食べてもらえればと。何やねん。それはコーヒー。あ、これはもう普通にコーヒー。プライベートコーヒー。プライベートコーヒー。あー。今ビジネスだけど。どこがやねん。どんなビジネスこれ。誰がお金払ってんの。これでドライ。あ、めっちゃいいやん。この飲み口がこれ、ほんまや、ぱっくり開くタイプ。あ、いいね。シーチキンみたいな。シーチキンみたいな。おにぎりセット。あ、いいね。お、三色団子。あったやつ。なるほど。ありましたね。いいね。僕が最後の日。あ、なるほど。で、うん、サキイカ。あ、いいね。お父さんたちの。いいですね。もうお父さんだからね。お父さんだからね。年齢で言うと。ウェットティッシュ。あ、お、助かる。えらいね。助かる。ノンアルビー。お、一緒だ。一緒。パン、乾杯。ね、もう、めんどいね、出すの。生ソーセージ。今からソーセージ。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。パッパとチーズ。マジめっちゃいいな。ね。雨が軽いな。ちょっと花見してくか。みんなじゃあ、その、座って座って。うわ、地べたりやん。すごいやん。大丈夫、警察呼ばれない？ちっちゃい声でやろうか。大人しく、大人が3人、うん、傘で。じゃあ乾杯しようか。乾杯しましょう。乾杯しよう。乾杯しようか。よいしょ。お、お、やべ、こぼれるか。うわ、あ、先行った。乾杯飲んでる。乾杯お前、乾杯は、おい。わりわり。だるそう、こいつら。乾杯。乾杯。今の映像見た、よかったかも。逆に。いいやん。何がいいね。うわ、見えずれ。もっと咲いて晴れた日がいい。あ、無理や。傘で片手塞がってるから開けられへん。ソーセージが。無理や。これ片手じゃ。雨の日食えないやん。片手じゃ無理かも。雨の日食ったことないから。あ、行けた。やった。イエーイ。いいね。え、プルプルしてる。行きいいな。食べちゃった。お腹いっぱいやな。足しんどい。今んとこ8割文句か。寒っ。時間もやった。忘れてた。スマホびしょびしょや。帰らへん。帰って食べへん、これ。ハリハリから乗るもん。帰って。どっちから来かな。まだわかんないな。断面や。追いついた。風流やね。ビニール朝越しの桜は、うん。本当に誰も見たことない景色なんじゃない。うん、見せてやるよ。見たことない景色を。ツアーとかで言うやつだね。よし。家に戻ろう。ティティリティティティリティティリティ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 リ。うわ、花見やね。うわうわ、花欲しい。花なし花見。花なし花見や。イエーイ。うわ、ちょっと手汚れたら、なんか手拭けたらな。シュッ、うわー。すべてのものがちょっと濡れてていいね。いいね。あ、
こんなん買ってたんやチーズ。トカチの分厚いやつ。いいね。楽しいし。最高じゃん。お菓子を買わせたら右に出るものいないな。うん、正直ポッキーかぶると思いました。次に期待しています。かぶられてるか。写真来た。あ、本当今日桜が。これで桜見れるわ。ちっちゃ。やった花見や。もっとあるやろ。iPad にやるじゃん。うわ桜や。うわで、これを置くんや。まあまあ。まあ。なんかこの角度見たらポップコーンみたいな。何やこいつ。風情な。ポッキーって普通に細くなった。ここ細ポッキーやね。あ、なるほどね。細かったら食えんじゃん。うん。どうしたい？マジで意味わからんこいつ。マジで意味わからん。この先っちょとかだけやったらさ、いけんちゃん。うん。何こいつマジで。やめとけ。あごめん。すごい。モルスタインこいつ。花見ってこれなんじゃ。全部の発言予想外なだけやった。2層いたい。でも2層じゃ行っちゃえ。ブリトーみたいな。どうやったっけ。なんか海苔でいけたで。でもえ海苔海苔やな。ティ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 変なアドバイスするから。海苔よ。ティティティこれが欲しくないなら。泣きたかったってこと。やばいルイカツ。悪魔のルイカツ。ベビーモニー。また食ってたけどちっちゃい時。何がマジで。バケモン。これ1個丸々食った。あら350キロカロリーだ。おーうわえ531キロカロリーを見せた。うわもうやめにしない。カロリー見て生活すんの。お前らそんなんじゃなかったよ。ごめんすみ。ごめんな。俺らもうカロリー見て生活すんのやめるよ。予想外なだけチーズでも太らんのちゃう。太されてるよな。そうかな。味の割には太んない。太る味されてるもんな。うん。別に敬語。チーズの切り口に白カビが生えていることがありますが品質には問題ありません。怖っ。お、白カビってそうなの。普通にカビってこっちの気持ちの問題やしな。嫌かどうか。そうかな。感じ方で変わってくる。まあ確かに、俺ちっちゃい時貧乏でカビだらけやったけど。怖っ。見たら怖かった。こんな感じなの。怖っ。何よりも一回その自分の口で言わされる時が一番。なんかあとそんなことないし。ソーセージから。ああそうかそうか、うん、全然。今回の雨花見、うん、7階建て中何階建て？5階建て。はい、花見花花ありがとうね。よいしょ。どうなる？